はい。それでは本日は2級建築施工管理記事の学科試験、平成30年後期、問い47番、放棄、労働基準法について解説をしていきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄に記載されていますそちらからもご覧ください。次の業務のうち、労働基準法上、満17歳のものに使わせてはならない業務はどれかという問題になります。1番、電気ホイストの運転の業務と書いてあります。こちらはすべてもう一気にいきます。 えー、こちらの問題はですね、えー、満17歳のものにつかせてはならない業務になるということですね。この満17歳というのは、まあ、17歳の人ですね。例えば、えーまあ、今日が、えー、っと9月の23日なんですけども、9月の23日で、例えば17歳を迎えた人は、えー、満17歳という形になります。これ、今23日なんですけど、22日の人は、まあ満、満17歳ではないということですね。16歳なので、 17歳に到達したら、17歳になるということです。なので、結論を言ってしまえば17歳の人ですね。17歳の人に使わせてはならない業務がどれですかという問題になります。結果から言うと、この土木建築用の機械を使わせてはいけないというのが結論になります。この1番の電気ホイストの運転の業務に関してはですね、まずこの言葉自体があまりわかるかどうかの問題なんですが、この電気ホイストというものは、このホイスト、これはですね、直訳すると巻き上げるということですね。 なので、電気で巻き上げる機械のことを言うということですね。まあ、こちらは、押しボタンを押すことで、ワイヤーロープの重量を上げ下げする機械になります。18歳ですね。これ17、17歳の方に使わせてはいけない、動力による駆動、駆動される巻き上げ機、まあ、ウインチですね。ウインチが、これに該当するんですが、電気ホイストとかエアホイストに関しては除きます。 このような重力の駆動に、えー、より,より、えー、巻き上げられる機械に関しては、基本的には、えー、この満17歳の人はやってはいけないですよという規定がなされております。ただですね、えー、電気ホイストであったり、エアホイストに関しては、覗、えー、くと。これもちょっと例外パターンになるので、今回例外パターンの問題が一発目に出てきたということになります。なので基本的には、えー、このウインチに関しては、満17歳の方は使ってはいけないんですが、えー、この 電気ホイスト、もしくはエアホイストに関しては除くと書いてあるので、この1番に関しては、つ、え、か、ー、せても OK なので、こちらは間違っているという流れになります。そして2番、えー、動力により駆動される土木建築用機械の運転業務と書いてあるんですけども、まあ、この機械にはですね、まあ、例えばブルトーザーとか、まあ、ダンプとか、ショベルとか、ホイールローラーとか、まあこのようなものが、えー、建築土木用の機械として用いられます、まあ、このようなです。このようなですね、 まあ動力によって駆動されるまあ道具建築用機械に関しては、またはえ船,舶、えー、船舶の荷扱いの機械としてえ用いられるものに関しては、基本的にはこのえ17歳、まあ、17歳の方に関しては、運転業務が NG になるので、この2番に関しては正解ということになります。そして3番ですね。最低積載荷重のの1.5トンの 荷物用のエレベーターの運転業務。えー、こちらは、えー、使わせてはいけないと。いあこちらはついてもいいよという流れになります。まあ、このですね、えー、人家共用、もしくは、えー、この荷物用のエレベーター。こちらに関しては、最大積載荷重が2トン以上のものに関してはダメです。もしくは、えー、この荷物用エレベーター、または高さが1.15メートル以上、1.5メートル以上あ、高さが15メートル以上の コンクリートエレベーターの運転業務はダメですよという問題になります。今回の問題、この2トンというところが非常にキーワードとして引っかかってきます。最大積載荷重が1.5トンなので、17歳の人にも別に使かせていいよという問題になりますので、こちらの3番は不正解という形になります。それでは4番。20キロの重量物を断続的に取り扱う業務。まあ、こちらの問題も間違っているということですね。まあ、こちらも暗記問題になるんですけれども、 ま、この重量物を、まあ、重い荷物を切れたり続けたり途切れたり続けたりと、えー、運んで、そして休憩して運んで休憩してという取り扱う業務に関しては、男の人、17歳の男の人は30キロ以上、女の人は10 25歳、25キロ以上と、このようなですね、えー、決まりがあります。なんでこちらも暗記問題になります。え、20キロと書いてあるので、まあ、女性にも男性にも当てはまらないので、え、この問題は不正解になるということですね。 今回の問題、すべて暗記問題になるんですが、こちらも一つ規則として覚えていただければと思います。答えは2番になります。